さきとかやってた。あや、向こうはあの今僕らね、僕らは今ドアこうやって片付けとるんですよ。あの視聴者さん、4万人の僕のファン、こんにちは。なんですけど、あの僕ら片付けとるじゃないですか。あそこにいるあの社長のお父さんね、いつも3時過ぎぐらいにその仕事終わって帰るんですけど、今3時半なんですよ。なぜいるって言ったら、多分遊びに来とるんですよ。あそこ見てください、あそこなんかね、ヘリポートがあるんですよ、あそこヘリポートがあって、ほらほらヘリポートがなんか飛ばそうとしてはない。最近ドローン買って、うちのドアだと障害物がたくさんあるもんで、突撃しましょう、ぶつかるもんで、うん、だからこんだけ叩くような人があったら、あのドローンの練習もできるんで、危ない危ない危ない、待ち構えてますから、待ち構えてますから、あのうちらのボスですね、ボス。今日はあの足場の新しいドバーの説明じゃなくて、今日はドローンの動画ですね。ほらえ、飛ばしてください。今から空撮撮るもんで、はい、このドバーの空撮映像ですよ、貴重な、空撮でしょ、はい、社長のお父さんずっと風撮って言うんですよ。風の撮影、風の撮影カメラで撮れるんですか。うん、で撮った動画がさ、え、これなんですか。ここで撮った風撮だから。何道道何すごっ。これが風撮ってやつ。空撮とはまた違うんですよ。空撮とはまた違う。あ、空撮。うん。で、今から飛ばすでさ、はい、準備する。ちょっとそれ撮らしてもらっていいですか、その動画。どれを飛ばすとこの、その飛ばすとこの動画。あ、いいよ。いいっすか。うん。おやつ、携帯がかわいい。何携帯で、携帯で待ち受け見てくださいよ。めちゃくちゃかわいいっすからね。待ち受けしてください。なんか、なんか変なとこからモンスターが出てきてるからね。あ、これあれですね、出る光ですね、あの飛行機みたいですよ、本当に赤色になってますね。カメラ回って、カメラが動いてる、動いた、ほんとこんで上がった、こんで上がるよ。おお、すげえ、すげえすげえ、上がった上がった、眩しいな眩しい、雨下げも眩しいな、すげえ。で、こんでこれで今からあの自動やるからさ、そっちで決めれるんですね。え、すごい、そうそうそう。でこれで待っとるやん、16ポイントで行くもんで、これまでここにバッテリーの残量が見えるんで分かる。これ、はい、この通りに動いてくるってことですか。この線が、そうそうそう、この通りに動くもんで。マジですか。で今からスタートかけるよ、はい、おお、すげえ、すごいで、上下は自分でやらないもんで、はい、で今ビデオ撮るんで、はい、待って、やばい、やばい、ここを覚えとるとここへ来る。どういうことですか。ここへ降りてくる。今もうすぐにも終わったで、はい、で戻ってこんかったら、はい、ここにこのリターンモードってあるの、はい、これを押すと、うわーすごっ、来た来た来た、長渕選手やるんだからって、はい、なんか僕に向かったらしいですよ。すげえすげえすげえ、多少のズレはあるよ。え、すごいすごいすごい、あ、そう、行きたい行きたい、あの、戻った、ちゃんと、ああ、戻ったで、ここで自動的にプロペラが止まる。あざます。おじさん、ちょっと貸してもらっていいですか。僕もやりたいです。あの、土日だけやめたな。僕、あの、家変なもん食べくれた。家、7階建てなんですけど、僕、家7階建てなんですけど、ベランダからこうやってずっと飛ばしとくんで、僕。え、これ自分で操作もできるんですか。どれ、普通にこうやって、これできるよ、やりたい、できるよ、やりたいっす、んやりたいっす。あの、おやさん、大丈夫、下ろして、別に会社の経費から落とすなよ、お前。いや、違うんすよ、おやさん、今YouTube 撮るんですよ、今から。何 YouTube 今から撮って、普通におやさんのあの、ドローンを落としてみたっていう。バカ野郎、女やらさんの。ドッキリやるっすけ、やばい、繋がっとるな、時間がやばい。次の撮影の時間が、何撮影するんですか。一級塗装技能士の撮影が押しとるんですよ。何時ですか。準備があるんですよ。やばいね。これで今繋がってるんで、
ここで繋がっとるで、ほんでこれでプロペラ回すときはこうやって回るで、で切るときはこうやる。で今カメラがこっち向いたので、はい、こっちに来るんですね。そう、全身がこうだ、全身は前だぞ。でまずこのボタンポチッと押してみ、軽く軽く軽くポンと押してみ。言っとるぞお前。え？上がらん？上がらんすよ。あれ？あれなんで？壊れた。いや俺は知らない。なんか作動がおかしいな。おかしい。俺もわけわからん。はい。ということで。たまに変なこと起きるの。ドローンの紹介動画をしようと思ったんですけど、まあちょっとフォト事故でちょっと飛ばないということで、また次回やっていきたいと思いますので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ちょっと最初からやろうと。また見てね。切って電源入れて、アプリ情報で撮っとるもんでさ、これ今SD カードに入ってないんじゃないですか。こっちに入ってるんじゃないですか。いやこっち入ってない。さっきからクリアとか入ってサイズが少なかったんじゃないですか。うん、多分な。ほんでこっちで見ると、はい、